小論文がある人、試験で。あんまいない。あ、そうですか、わかりました。小論文っていうのは何かっていうことから話したいと思います。で、小論文と現代文って、似てるようで実は似て非なるものです。で、現代文はさっき言ったように、著者の意見を書きなさいなんですけど、小論文で特に敬語の著名じゃない著者の意見を書きなさいなんですけど、小論文は、著者の意見プラス、お前の意見を書きなさいっていう試験です。で、大体小論文、特に慶応の場合は著者の意見をまず200字ぐらいで書きなさい、で、お前はどう思うかを書きなさいっていうのが出題されます。大体そうですね、800字とかで著者の意見200字、お前の意見600字みたいな感じかなと思います。で、いつから対策するべきかっていうと、一応早ければ早い方がもちろんいいです。ただやっぱり慶応の場合だと英語で点取って、かつ数学か社会で点取ってないと確か小論見てもらえなかったと思うんで、やっぱりその2つ先に点取りに行った方がいいかなと思います。で、プラス、小論文はやることって実はあんまりなくて、で、まあ現代文の勉強は多分センターとかですることになると思うんですけど、お前の意見を書けって言われた時に大事なことが2つあって、1つが、知ってること、知ってること、で、もう1個が、テクニックです。で、例えばですけど、なんだろう、競馬について知ってる人、競馬、馬が走るやつ、あんまいないよね。で、競馬について書きなさい、競馬についてあなたの価値観を述べなさいって言われた時に、みたいな書けないですよね。で、多分書けないと思うんですよ。で、なぜかっていうと知らないから。で、例えば競馬っていうのは単勝と副勝があって、で、単勝と副勝の他に馬連と馬単があって、馬連と馬単の他に枠連と枠単があって、その他ワイドとか三連単とか三連複とかあって、三連単はオッズが高いけど当たりにくくて、単勝はやっぱり一発当てる興奮があってみたいなこと、いろいろわーっていうのを知ってるのと全然知らないのとでは全然その書ける要領が違ってくるので、いろんな題材、テーマへの知識を持っておくことが必要です。例えばですけど、今日東京都知事選があったんですけど、あったと思うんですけど、東京都知事選で、得票率が確か今ニュースで見たらなんか 30% ぐらいなんだって、どうですかね、得票率 30% の選挙っていうのを聞いて、あれ少ないなと思う人ですよね。で、まあ何かこう、例えばこの教室、この教室今ここにいる人で、この水を分け合うときに、この水の分け方をこう、こっからこっち半分の人だけで決めるってなると、お前らふざけんなって思うじゃないですか、多分。もしこれここが無人島だと仮定してください。無人島で水はあとこんだけしかないですってなった時に、いや俺にも決める権利くれよってみんな思うと思うんですよ。わずか 30% の人しか決めないっていうのは、おかしいと思うと思うんですけど、でも実際東京都ではそういうことが起こってる。まあどちらかというと、もうちょっとお金のいっぱいかかってることだって、税金ってどういう仕組みかっていうと、みんなの財布からちょっとじゃ あの1万円ずつ抜き取るねって言って、ピッ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 って抜き取って、ここに札束ができて、じゃあこの札束どうやって使いましょうかっていうのが税金というか国政というか、で、政治家っていうのはそれを考える仕事なんですけど、みんなの財布から1000円ずつとか1万円ずつ抜き取って、で、その使い方を決めるのが 30% だけっていうと、抜き取られ損じゃねえかと思って、いや俺にも決める権利くれよっていうのが大体の人だと思うんですけど、なぜか東京都知事選ではそういうことが起こってないし、現実の選挙でも半分ぐらいの人は選挙行かないみたいなことが起こってるっていうのはおかしいよねっていうテーマへの知識で、なんでそういうことが起こってるんだろうかっていうことを、いろいろ知ってるかどうかっていうことプラス、俺こんなに知ってるんだよ、詳しいんだよっていうことを表現するテクニックで、例えばですけど、小論文っていうのは著者の意見に反論した方がいい評価がもらいやすいとかね。で、あとは、書き方、起承転結型の書き方が一番いいとかね、そういうテクニックを知っていることで、このテクニックの勉強はすぐです。
これはすぐできます、すぐできるんですが、テクニックの勉強よりもどちらかというと実際そのテクニックを使うことの方が大事だったりするので、まあ知ってるだけだったら難しいかなと思います。で、テーマのうちこれなかなか手に入らないんで、結構長いこと勉強する必要があります。いろんなところで吸収する、新聞は読まなくていいんで、ツイッターのニュースとか、スマホ持ってるんだったらニュースアプリとか入れたりとか、あるいはニュース番組ちょっとだけこうボケっと見てるとか、それぐらいのことはしてもいいかなと思います。で、いつから対策するべきかなんですが、慶応の小論対策とかはほぼ、あんまり対策しなくても他のやつらもどうせ対策してないんで通っちゃいます。意外と僕慶応志望の友達とか見たんですけど、小論対策してるのあんま見たことない。で、試験受ける1ヶ月前ぐらいになんかまあこんな感じやねってやってみて、先生もまあ一緒みたいなっていう空気だったので、まあ、別にそんな頑張って対策する必要はないんじゃないかなと思います。ただ、テーマへの知識はないと書けない。料理しようと思って冷蔵庫開けて食材ゼロの状態ですから、テーマがない、テーマへの知識がないっていうのはどうしようもない。で、あとは料理のそのテクニック、包丁の使い方とかっていうのをどれだけ知ってるか、プラス実際に包丁を使ってるかどうかなのでっていう感じかなと思います。ただ過去問10年分ぐらいはやってほしいです。で、全部添削受けてください。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。